ごきげんようジャパラの皆様、ミオでございます。今日はサーカス TC からお送りしております。はい、どうもノブです。今日はですね、1万円以下アマゾン評価もかなりいい商品だったので、商品提供を受けました。なので今日はそちらをレビューしていきたいと思います。さあ行くぞ。おい、タッチダウン。まあね、ラグビーにあやかりました。こちらサニーチックの寝袋を商品提供いただきました。お、なんか随分とコンパクトだね。そうなんですよ。ぶっちゃけレビューの依頼受けた時にどのぐらいの大きさで来るのか結構不安だったんですけど、これならめっちゃ良くない？いいですよね。しかもこの黄色が意外とおしゃれですね。レビューしていきたいんですけど、汚すわけにはいかないのでコット準備します。おい、あーでかい。ありがとうございます。はい、コット広げました。ということで寝袋こちらの上に広げていきたいんですけども、まず寝袋のサイズですね。直径が14センチ、横幅が33センチです。重量はこちらになります。この寝袋はコンプレッションがついてるんですよ。この紐ですね、これ圧縮すると長さが24センチまでコンパクトになるそうです。ちょっとやってみない？やってみましょう。まあ圧縮は多分普通に紐を引っ張っていくだけなんでしょうね。ギュッ、ガンガンいく、ガンガンいく。お、ずいぶんとちっちゃくなるね。もっと行きましょう。伸びや、どうだ。どうですか、カッチカチになってきました。結構いいサイズ感になるね。あ、これだったら持ち運びしやすいですね。うんうん、いいいい。それじゃあね、この寝袋広げてみましょう。まず緩めて、まあコンプレッションをね解いてあげると、こういうところにね、地味に持ち手があるとね、持ち運びしやすくていいんですよね。紐で縛られてます。これをほどくと、まあこの辺は普通の寝袋と同じ構造、うん、同じですね。この袋の生地も薄いですよ。どれどれ。ああ、軽そう軽そう。薄いからって質感が悪いっていう感じではないんですよね。あれに似てる、DD ハンモックのテントの袋。うん、確かに超似てる、超似てる。確かにそうですね。シュッシュッシュッと、おい、はい、広げました。こちら首元がね、もう分かりやすい蛍光のイエローかな、うん、の布出てきてますね。なんか随分と黄色いね。で、足元の方にぐーっと行っていただくと、ここにね、ロゴが入ってるんですよ。お、これはなんて読むんだ。今回ね、消費提供いただいた寝袋がサニーチックのダウン寝袋になります。広げた状態の寝袋サイズなんですけれども、足元のサイズが50センチです。頭の広いところが85センチです。全長が215センチです。結構長いね。そうなんですよ、なかなか日本人で215もある人いないと思うんですけど。だってさ、このコットさ185だよね、はい、そうですそうです、うん、出てるもんね。完全にはみ出しております。ちょっと大きめなんだね。こちらの寝袋なんですけれども、使えるシーズンとしては春、秋、冬、こちらのね3シーズンと書かれてたんですよ。そして650フィルパワーっていう暖かさらしいんですよ。よく寝袋でリミット温度とかコンフォート温度とか書かれてるんですけど、今回のこちらの寝袋は書いてなかったんですよ。あ、書いてないのね。そうなんですよ。でも春夏秋使えますとっていう表記でした。でも他の650ぐらいの寝袋ってだいたい春秋冬始まりぐらいまでかなっていうものが多いと思うので、真冬はどうなんだろうと少し思ってます。まあ5択並べてもしょうがないから、この辺のね細かいやつ見てこうよ。行きましょう。まずは首元から行きましょう。首元はまずロープがついてます。あー、絞れる、こういうやつですね。あー、なるほどね。うん、こんな感じで絞って使います。これで冷気が逃げるのを少し防げますと。そしてさらにここにはマジックテープで、あ、止められるようになって。あ、それいいね。あ、これいいですね、本当に。こちらにチャックですと。お、しかも皆さん、これはいいですよ。これはいいお知らせ。皆さん見てください、ほら。わーい、KK ですよ、チャックが。いやー、これ本当品質いいですからね。じゃあ、このチャックは開け心地どうなんですかね。
おお、いい。あ、いいですよ。締めてみますね。うん、程よい抵抗感があって、ペラペラのチャックとかもあるんですけど、これはやっぱりしっかり止まってるっていう感じがします。どれどれ。おお、おお、いいじゃんいいじゃん。いいですよね。あ、いいいいいい、マジでやっぱね、 YKK はいいよ。なんかこれ、ね、スムーズ感がやっぱ違うね、うん、というチャックのレビュー。そしてね、このチャック、ここのね、後ろの部分にこういうチャックカバーがついてるんですよ。これで冷気が入ってくると少し防げるらしいんですよね。おお、そういう仕様になってるんだ。そうなんですよ、これ特徴の一つらしいです。それではチャック開けていきますと、結構足元までありますよ。ここまでであります。おお、すげえな。眩しい給料ですね。蛍光イエローってやつね。夜分かりやすくていいっちゃいいんですけどね。ね、皆さんお分かりの通り、中は蛍光イエローです。これはこのメーカーのブランドカラーになりそうだね。なんかね、そうですね、ロゴの色も確かにこの色ですしね。寝袋の足元ですね、こちらにループが2つついてるんですよ。へえ、珍しいね。そうなんですよ、これはこの寝袋干す時とかに使ってくださいってことなんですよね。あ、なるほどね、帰りいいね。あ、確かに朝ね、寝袋を少し乾かして帰るっていうのがいいですよね。ちょっとやってみようか。ほら、木にぶら下げてみました。こんな感じでね、寝袋を干せるのはいいですね。まあ僕たちね、背が低いんで下がこんな状態になってるんですけど、もうちょっとね、高くね、上手にかけるといいんじゃないかと思いますよ。でもこれはいいね。そろそろご宅もうるさくなってきたので、この寝袋で寝てみたいとね思ってます。ではお邪魔しまーす。お邪魔しますなのね。初めて肌と肌の恋愛でございます。ああ、なるほどね。肌と肌。まあ、普段ですね。どう？中入った感じは。これね、ぶっちゃけ言っていいですか？はい。冬は厳しいと思います。ああ、なるほどね。ってことは、春秋？そうですね、春秋はバッチリ使えそうな感じですね。今日ちなみに1月の後半なんですよ。どの程度あったかいか寝てみたいと思います。うん、入ってみて。はい、のぶくん入ってみました。どうですか？そうですね、まあ日中っていうこともあると思うんですけど、うん、今のところ暖かく感じてます。おお、なるほどね。まあね、日中だからね。そうなんですよ。ちなみにこの長さどうよ？ここ足です。おー、なるほどね。まあ僕身長が160センチなんですよ。うん、だからこの辺なんですよ。このぐらい余っております。だいぶ余裕ありますよね。選手交代しましょうか。はい、はい、宮さんに入ってもらっております。さあ、どうですか？うん、まあ普通の寝袋。うん、普通の寝袋だな。でも、うん、ちょっとね、肌触りはね、まあだからどうなんだろう、このなんていうの、寝袋のこれ表面っていうの、はいはい、だから肌触りになるんだろうけど、少しちょっとごわつき感はあります。これね、一個ね、いいポイントがある。左脇中にね、ここにもね、ループがあるの。あ、内側のループ、うん、ちょっと締めてみると、こんな感じで肩のところで一回結ぶところがあるの、うん、あー、なるほど。で、これはさらにこの外側、ここはね、顔が閉じられるみたいな感じ。あ、だからね、ループが2個ある。だから冷気が中に入りづらいっていうの、うん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 、構造にはなってる。二重構造みたいな感じですね。そう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 、わかるかな、ほら、この首元で締める部分、うん、こんな感じになってます。そしてミヤさんは身長いくつでしたっけ？170、ちょっと余りはあるけど、でも、あ、結構もうそこの方まで来てますね。頭すっぽり入ってるからちょうどいいんじゃないかな。おお、表記は215センチの長さですけど、身長170センチの人でちょうど良いですと。寝返り感、うん、80センチでちょうどいいんじゃないかな。おお、うん、あ、幅もちょっとあっていいな。あ、ちょっと余裕がある感じですね、うん、ダウンの寝袋の Amazon のコメントとかでよくあるのが、匂いがあるっていうのがね、たまにあるんですよ。あ、そうなんだ、大いにがすると、まあそのダウンが匂うんでしょうね。なんでこの寝袋はどうか匂ってみます。うん、俺がさっき入った感覚でいくとそんなにしなかったけどな。失礼します。
無臭です。無臭だ。むしろちょっとミヤさんの温かみを感じました。じゃあ俺もちょっと嗅いでみようかな、はい、あ、全然しないじゃん。全然大丈夫ですよね、うん、何にもしないです。何にもしない、無臭です。他によくあるコメントとして裁縫のほつれがあるかっていうのがねあるんですけど、あー、なるほどね。この辺ちょっと見てみますね。よくあるのがこの首元のロープで締めるような部分とか、ここもほつれはないですね。綺麗です。チャックの部分ですね、ここも綺麗に止まってますね。反対側もほつれはなさそうです。うん、構成はいいよね。いいですね。あとマジックテープはこれは、あ、ここに貼られてるのかな、どうやって止められてるのかわかんないですけど、綺麗に止まってます。ぶっちゃけ言うと意外といい。まあなんていうの、開封した時の感覚でいくとかなりちゃんとしてるっていうのが俺の印象。こちらの寝袋の洗濯方法ですね。マックス温度が30度のお水で洗ってくださいですね。ぬるま湯だね。そうですね。あとはブリーチ、漂白剤はダメですね。アイロンもダメ、ドライクリーニングもダメっていう感じで書いてますね。なるほどね。ちなみに説明書きは全部英語です。あとサービス E メールっていうのが書かれてて、何か困ったことがあったらこのサポートアットマークサニーチック .cn っていうところに連絡するといいらしいです。それではこの寝袋をもう一度しまってみたいと思います。寝袋をね、ダウンの寝袋はちょっとしまいづらかったりするものがあるんですけど、どうなんですかね。まずチャックを閉めます。いや、さすが YKK、 スッと閉まります。だいたいね、その長さより長いぐらいに折ってしまい、おお、だいぶ空気含んでますね。くるくるっと丸めます。ちなみにこの寝袋ってダウンなんで、ちょっとほっとくとね、ダウンがねこうやって広がってあったかくなるんですよ。こういうのがねダウンの寝袋の特徴です。それでは丸めましたので寝袋を入れます。こんな感じでガンガン押し込んでいきます。はい、こんな感じでしまいました。あ、意外とすんなり入ってくれましたね。あとはコンプレッションで上の部分をカバーします。はい、こちらで収納完了。袋がね、もっとちっちゃいやつだとパツンパツンで入れにくいやつとかあったりするんですけど、これはね、ちょうどいい袋のサイズ感でしまいやすかったです。ちなみに、こいつのお値段はおいくらなんですか？値段は8,999円です。おお、9,000円いかないぐらいか。案外ダウンの寝袋でこのサイズで9,000円いかない、うん、1万円切ってるのってよくない？めちゃくちゃコスパいいと思いますよ。そして今回紹介してるんですけども、概要欄にさらに割引できる割引クーポンを貼り付けてます。おお、いいね。まあ、よければね、購入する際にぜひ活用してみてください。あ、ちなみにそれは Amazon の商品コード？そうなんです。なので概要欄に貼ってる商品リンクから辿っていくとクーポンコードが使えます。まあ興味ある方はそちらの方から見ていただいて、ご購入の検討にしてみてはいかがでしょうか。そんな感じで今回はサニーチックのダウン寝袋、こちらを紹介させていただきました。今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。よろしく。